新庄駅も分かるよ、新庄駅。新庄駅。世界共闘館調和週間記念エコー追悼の儀、能登半島震災犠牲者追復左遷を祈るところ、日本国中の仁義あふれこの道場に来臨して寛永成就を記念し、共に仏意を増薬せんがために最人分に般若心経大般若経名慎み敬って、本師釈迦牟尼尊最宝能計四十八願大悲阿弥陀如来、本山比叡山の満山に円満したも三宝所尊に申して申さくまさに、本日御参集並びにズーム参加の全男全女、東京都新宿製薬ビルに結住して令和6年1月1日に発生した能登半島震災犠牲者、現在死者240名、安否不明者15名の慰霊と追復左遷の厳守し、合わせて犠牲者のご遺族諸子の避難所生活の健康と新人平安の祈念を仕立て祭る、それをも見れば大正釈迦牟尼世尊は我ら主上に告げてのたまわく、人間に生まれること甚だがたく、宝の山に入るがごとしと、しかるに宝の山に入るといえども仏法を聞かずして去る者を食うしと責めたも、しかして得がたき人海なれども、生死病死愛別陸等の宿泊は何人とも逃れがたく、人海はこれ苦海なりとも戒めたまえ、しかしながら砂漠海の中に安楽の境界あり、迷いの中に悟りあり、怨念の中にも慈悲心あるを切示したまい、他のために尽くすべしと菩薩道の実践を進めたも、宗祖大師はまた一宮を照らす菩薩行をもって仏国道を清めようと切示したまえり、しかるに地震地を裂き津波群類を霊界にさらう、いてあまりあり期して益なしといえども、いまだ万霊家屋泥中に伏するを聞き、落類頬を笑い、五代の単身を砕く、現今の地球社会は利便利害に走り、争いに暮れ、今や得がたき人生を円満に全うすることをやすしとせず、前途を危ぶみ、被災地の実情を見るに、避難所避難者1万4千名、住宅被害4万6千棟、ご遺族は悲嘆に暮れ、社会の目に苦しみ、生きる意味を失い、憂い迷う人を惜し、誠に悲しむべき現状なり、ここに我ら聖職者、御仏の慈悲を世人に伝え、過当競争経済、金権買収政治、独善的教団運営、無宗教人心荒廃に危険を継承し、大きい人々に生きる意味と安全を与えるべくなるに、悲しいかな力及ばず、新人を尽くせどもなお努力足らず、いたずらに日常を送る残機に絶えず、ここにおいてまずは犠牲者に対し御仏の大慈悲を伝え述べ、
仏徳を参嘆して諸霊の浄土往生への助縁とす。合わせてご遺族に対しては御仏の慈悲愛護なる旨を述べ、苦しみの中にもともに霊威の安楽を恋願い、善縁を求めて合わせて自身の人生を全うせられんことを進む弥陀大悲の誓願、必ずや専門諸霊の大光明となり、ご遺族また大悲の光明に包まれて人生を円満に全うせられるべし、そうれ一心上明は一年十年極楽に生じ、六方三段の栗木は八方奥語のご消滅す。真なるかな極楽浄土は未明正言、諸仏も正用したまい、水長樹林は妙音上を追い出して死無常徳思いにしる。よう消防は共にこれ未明にして気楽極まりなく、浄土最も優れたりここをもって、今弥陀如来の衣装を散断して、有根の出離特脱の修行に進むもししからば、弔うところの礼儀は速やかに九輪の境を入れて、たちまちに安尿の浄土に至りたまわんことを、在世の縁者、指導安楽にして、得がたき人会を全うせられんことを、さらに願わくば、従々無尽の軍縁、復興支援の公然を支え、一年一生というとも、追善を祈り、復興によりきせん者は、共に親しく菩提の因を結び、症状せせ在在所所、必ず妙力によって長く敬服を保たんことを、内視崩壊平等利悪。諸世界中、揺れみの付着水、人生世を用意継承へ、長寿。